長ムールにで始まる歌がありますよね。<laughs> 物思うことの慰むは、月は浮世のほかに。何<る>?。何?。という。<何>いう橋開こうって知ってる?。ちょっと動かない。鳥?のい思いとか。正解。それがどうかしたのあのね。辻村さん。話。聞いてますか?。すいません。青春を謳歌するのもいいですが、来年受験です。 進路調査票は明日が提出期限です忘れないようになんで私だけごめんね薫だって喋ってたのにあんたごめんそれと来週の天体観測に参加したい方は後で私のところに来てください以上です はしみろこうめん。何いらだってるのゆうき先生ってさ、じーっと無表情で見てくるじゃん動かずに。言われてみれば。だからみんな先生のこと、はしみろこって呼んでるの。確かに、寝てる。でしょ名付けた人センスあるわ。どうしよう、そう見えてきちゃう。怒られなかった罰だよ。やめてよ。冗談冗談。もう。今日部活休みでしょ一緒に帰ろう。演劇部は ないよー。え、公演もうすぐなのに最後の休み。<laughs> 本番、楽しみにしてるね。あー。うん。ね久々にマック行かないあー。塾があるの。そっか。ごめんね。せっかく誘ってくれたのに。いいって、また今度行こうよ。うん。でも、部活に塾もなんて大変だね。 親にアナウンサー目指すならいい大学を出てないとって言われて。厳しいね。夢を叶えるためだから。薫なら大丈夫。ありがとう。あゆみちゃんはどうするのちょっと迷ってて。演劇科がある大学じゃないのそのことなんだけどさ。何女優になる夢、諦めようかなって。どうして 自分の才能のなさを痛感しちゃって。何かあったのオーディション落ち続けたらそう考えちゃうでしょ次は受かるかもしれないよ。薫には分からないよ。あゆみちゃんなら大丈夫。私の気持ちも知らないくせに勝手なこと言わないで。勝手だなんて。自分が順調だからって偉そうに。そんな。もういいあゆみちゃん、待ってどうしよう。私はただ。 夢を諦めて欲しくなかっただけなのに。最悪だ。心配してくれた彼にあんなこと言っちゃうなんて。本当だしって最低。明日どんな顔して会えば。 ありがとうございます結き先生おああ久世さん進路調査票提出に来ました第一志望は難関ですが今の調子なら大丈夫でしょうありがとうございます辻原さんにも提出するように伝えてくれませんかあと彼女だけなのでえどうかしましたいえ何も <laughs> ああそうだ 直接伝えたたいいことがあったので私から言いますすいませんいいえ先生はい夢って諦めない方がいいですよねどうしましたああいえ何でも無駄になるからですかああ久世さんは夢に向かって一歩一歩進んでますね一歩一歩ええ でも逆に、立ち止まってしまう人もいるんです。どういうことですか夢は時に、壁になるんです。だからって、諦めるのは逃げのような気がして。逃げてもいいじゃないですか。え道は一つだけではないってことです。一つだけじゃない。ところで、クゼさん。はい。来週の天体観測に来てみませんか星を見に損はないと思いますよ。 考えておきますカオ口聞いてくれるかな辻村さん先生なんですか進路調査票は提出できそうですか今日の放課後までには相談があればいつでも言ってくださいね大丈夫です自分のことですからところで星は好きですかなんですか急に 次の公演で天体観測をする場面があると聞いたので。ああ、それで。もしよかったら、来週の天体観測に行きませんかは流星群なんて滅多に見れませんし、芝居に役立つんじゃないでしょうか。そうかもしれませんけど。これが詳細です。まだ行くなんて。暖かい格好で来てくださいね。ちょっとでは当日。行くって言ってないんだけど。